では、あのコメセッションのモデレーターを務めさせていただきます。記者のファンです。皆さんよろしくお願いします。そして、隣に座っておられますのが、えー、日本電信電話 ntt グループの沢田淳社長です。このセッションではですね。沢田社長と一緒にですね。あの通信サービスの観点からあの未来ですね。展望していこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、田ですよろしくお願い,いします。はい、あの沢田社長、あのマイクの方をはい、お持ちいただいてですね。はい。はい もちろん声はすごく元気であの通るので皆さんあの十分に、ね、<あ>あの生声をお聞きになったかと思うんですけれども、はい、よろししくお願いします早速なんですけれども簡単ではありますが澤田社長についてですねあの楽歴を紹介させていただきます澤田社長は1978年に京都大学をの,あの工学部をですねご卒業されましてその後にあのに新卒で NTT に入社し、えー、長年経営企画部門でですね 国策さ,されておりますその中であのアメリカでの駐在経験もありで海外企業の買収などにも携われたとのことで,であの昨年からあの社長ということに就任されたということなんですけれども澤、えー、田社長がですねあのご趣味として、えーとです,ね、すごくあのスポーツの観戦が好きだということを聞いているんですけれどもい,いろんなスポーツを見るのが好きです。はいあのですね 例えば野球で活躍されているイチロー選手の,あの引退試合を見たりですとか、はい、あと、今年大いに盛り上がった日本のです、ね、初開催となるラグビーワールドカップも、はいね、NTT ドコモがです、ね、あのプレビューイングを行ってプレサービスでパ<う>ブリック、はい、行っておりますけれども、えー、その反響というのはいかがでしたか、はい、あの複数歌手で,です、ね、あのワールドカップのところを 5G の実際のサービスを提供する装置を置きまして、はい、そこにまたブースを作って来ていただいた方に VR とかマルチ画面とかあるいは 5G を使ったパブリックビューイング、うん、画像系を中心にしたサービスを見ていただきまして、うんうん、アンケートですと94%の方が非常に満足あるいは大変満足というお話をいただいていると。 期待感が増えているというふうに感じました。はい、あのパブリックビングですとなかこう例えばあのどういうものを VR を使ったりですとかなかこう各選手の違う角度からの活躍とかを見られるということですごく迫力あるのかなと、ね。そうですね。ただまあ段取りをかなりしておかないと現状の技術ではそのリアルタイムで生成してますけれどそういう段取りがないとなかなかまだこれからいうところありますけどね。はい。 来年ですね、あのオリンピックの開催もありますので、あのぜひですね、それに向けてまた新しいサービスがね、いろいろ出てくることをですね、期待しております。ありがとうございます。あの、はい、スポンサーもさせていただいてますので、オリンピック来年のオリンピックはそれを経機にいろんな技術もこの展開していきたいなと思っております。はい。えっと早速、うん、今日の最初のテーマなんですけれども、あのこちらをご覧ください。えっと。 あのですね、皆さんに 5G についてです、ね、今日はあのお話をまず最初にお伺いしたいんですけれどもその一番冒頭で,です、ね、皆様にです、ね、あのあのお手元のスマートフォンを手にしていただいて投票していただきたいと思います、えー、5G によって今後12年以内にあなたの生活や仕事が何か変化が起きると思うかということなんですけれども結果がもうすでにこちらに出始めております。 いいいろろ揺れていますね, <laughs> ね今のところですとそう思わないがやや有税ということでしょう,、ねうね、5G そのものは、はい、あのツールですので、はい、それを使ってどういう,うソリューションといいますかサービスが実現するかというところまでイメージができないとなかなかその。 ドラスティックに変わるというイメ印象はないかもしれませんね。そうですね。ただあの 5G すでにもう28ギガ帯の高速の方もプレサービスに入っています。来年の春にはあの展開をしまして1年以内に1万支局に日本では打っていくという、うん、もう計画を明らかにしております。まあここし今週ま消費者の方にはですねやっぱり一番聞くのは やっぱり動画になるということじゃないかと思っ TikTok でも環境の悪いところはやっぱりしんどいんですけれど、うん、この 5G が展開されるに従って今使われているテキストやあるいは音声あるいは画像のソーシャルツールが例えば動画ベースも入ってくるあるいは動画が貴重になる。 アプリケーションサイドも動画を起点にしたり例えば動画で認証をするなり、えー、そのど認証というのは人だけじゃなく物もありますけれどすべてがそういう画像動画ベースでのアプリケーションというのは増えてくるそのインパクトというのはいろんなところに出てくると思うんですね、コンシューマーでも、うん、まあスポーツの見方は確実に変わりますね。はい それ以外に関してはどう,、はい、どうであのすすませんコンシューマー向けに今お話ししましたけどビジネス向けはもっと大きなインパクトがありまして、はいまあ、n t t はやはりビジネスへの影響が 5G は大きいんじゃないかと、はい、特に、えー、企業の生産性向上。はい、例えば え工事現場っていうのはやはり遠隔で監視するとこまではできても今制御はできてないですね、うん、でそ機械の制御まで行く、うん、工場内もそのファクトリーオートメーションは入っておりますが、うん、そのモニタリングをリアルタイムでやりながらメンテナンスや次の計画に対処する、うん、非常にその生産性あるいはプロダクティビティ というべきかそういう競争力が上がっていると思うんですね、うん、農業もそうです、はい、あの金融の方面ではすでにかなりフィンテック等が広がりつつありますので、うんはい、5G でっていうのはなかなか見にくいかもしれませんがさっき言いましたように認証が顔じゃなくて胴体になれば ああもう多分そのいつ決済するんだみたいな、うん、もうお店に入って出るまで何もしなくてもう入れたらそのままっていう現在実験が始まってるそういう無人店舗みたいなものがより広がる可能性は高い。はいはい ですね、先ほど申した中であのとてもそのあのファクトリーの,です、ね、あの効率が進むとあの向上するという話があったんですけれどもそれはまさに 5G ネットワークの,あの特徴3つあるかと思うんですけれども超高速で大容量そして低遅延と多接,続多接続というのがあるんですけれどもまさにこの低遅延というのがあのかなりその遠隔その監視だけではなくて操作するということにとってはとても重要になるのかなという印象が そうですね、そこの部分は、まあ、リアルタイム性をより求めるソリューションに適しているとうこういうふうに思いますね。はい、だから自動運転というそのレベル5のような、はい、そのもう完全自動で運転するという、えー、物体はまだ来ないと思います。まん、はい、それはあまりにも ディメンジョンョいわゆる情報が多くそれを処理するのに今のコンピューターシステムでは追いつかないなるほど、はい、しかしスケジュールドされたり非常に特定特定のエリア、うん、あるいはもう読み込む自由度が少ない自動運転、はい、そういうのはかなり出てくるんじゃないかとでも事故が起こる危険性があるのをリアルタイムで分析し、うん まあ人間でいうと、条件反射、うん、モビリティが条件反射するような、そういうためには 5G というのは必須になってくるんじゃないでしょうかね。 そういう意味で考えるとですねやはり 5G の応用というのは最初にそのあのこうしたあのパブリックの道とかではなくてあの自動運転面で言いますとそのやはりこう例えば工場内とかあ,のある特定の区域内でまあ人が入らないようなところで例えば資材を運んだりするとかそういう,こう何度も往復したりするようなあの作業にまず最初に適用されるか、ね、そうですね あの経済や技術の発展して大体そういうとこありまして特定のやはりクローズドエリアからやはり最先端が入りそれが広がることでこうその,社会のインフラへと広がるっていう印象だとと思ううんですだそのインフラという面でも 5G は非常に大きなえっと通信のインフラだけじゃなくして産業のインフラとしてのインパクトを持ちうると。 いううものであろうと思っておりますなるほどです産業のインフラにあの通信がバイブズになっていく、はいはい、ということですよね、はい、その中であれですよねあのもし例えば先ほどおっしゃってたその時間軸についてちょっとあの、ま、来場の皆さんも気になるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、自動運転にあの限定的な適用ができるほどになるあの 環境がです、ね、整うのはいつ頃お考えになっているんです、ね、いやそれはもうクローズドエリアとか世界中で今動いているスマートシティのようなプロジェクトですと限られたエリアではそれはそんなに遠くなく数年以内に、うんえー、来ると思います。でもての例えば行動にという最終形態を考えると、うん、ちょっと想像がつかないかなり先じゃないかなって、うんはい、10年は 確実にかかるんじゃないかな、はい、そういうふうに思いますね。先ほどの消費面産業面とあのいろんな応用を紹介してくださったんですけれども、あの NTT ドコモではあのですねあのえっと二十六一年の六月までにあの一万あの基地局をファイブ G のを建てられるということなんですけれども、そうするとやっぱりある程度基地局があの あのカバー率が普及した後でやはり産業の活用というのはばっと広がるようなイメージでしょうかね。いえこれはですね今 5G のパートナープログラムっていうのを展開しておりまして NTT ドコモがあ現在、えー、パートナーとしてお話をさせていただいている企業が3000社を超えています。はい、でもうすでににトトラライイアアルル具体的なソリューションのトライアルに入っている企業 パーートナああるいは団体が号ありますつまりこういう方々が必要とするエリアなりその地域というべきかな、はい、それには必ず打つようにあのアンテナを設置するようにしますので、はい、1>, え1万あるいは2万に達成しないと使えないんじゃなくして、はい、企業用のソリューションを使えるようにしながら広げていく。 ほ先ほど言いましたようにこれクローズドエリアというよりもクローズドパートナーからオープンパートナーへ行くようなモデルを意識して展開を広げますで5年以内に約3万3万の基地局を打つことでほぼ97%のエリアをカバーするというのが今の計画になっております。 これ、結構大事ですよね、あのニーズがまずあるところに行って、そのニーズとともにあのこのビジネスを伸ばしていくっていうのは、あのすごいあの投資する側から、皆さんからしても、すごいあの安心する話かなという,うい、えー、お,っおっしゃる通りで、そでね、そのかなり大きい、えー、投資を入れていくわけですが、既存の投資の範囲内。 で投資自身はまあ持ち株会社の私からドコモに抑えてくれというのもこれはベースとしてありますので規律を入れたいんでいわゆるアディショナルに増やさずに 5G の整備を図る。 むしろ下げていきたいとこういう考え方ですね。なるほどですね。あの世界を見渡すといかがでしょうかね。あの日本での 5G の商用化というのはあの世界では決して初めてではなく、あの昨年度韓国と米国が最初を競い、そして今ではもう20カ国ほどがあの 5G 展開されていますけれど、ですね、はい。だからその確かにコンシューマー向けのそういうトライアルは特に。 去年の例でいうと3ギガか28ギガ等の高い周波数の方はまあ始まってますけれど結構同じようなレベルでそのおっしゃったような大容量性やあの遅延が少ない低遅延性という意味でいうとやっぱりそのフルで利用できるようなシステムがいると思われますので。 えーまあ、ターゲットにしているのが産業の競争力強化ですので決してそこは遅れているという認識はない なるほどですね、そこを聞いてあのとても安心しました、目下ではです、ね、そのあの米中の貿易摩擦で少しあのファーウェイが 5G であの技術が進んでいてでもあの、それがあの金融リストに載ったことでもしかして世界的にこのテレコム業者的にあの何か影響を受けることがあったりするのかとちょっと心配だったりもするんですけの構造 それは私どものこういう業電気通信業界だけではなくして世界自身がそういうその分断された構造に戻りつつあると思いますただ産業という意味では必ずこれはグローバリゼーションというのはあるわけですから、うん、まあ先ほどちょっとお伺いしてた太田さんのローカ,リローカルを大事にっていう。 この両面を大事にするような時代にだからそのグローバルに動きながら分断された中もきっちり動くというのは両方実現するのが思想にはなると思うんですねです。でファーウェイの議論で言いますと弊社の場合はアメリカ連邦政府がお客様でもありましてこれはアメリカ連邦政府の法律に従うというのもあるんで,でもともと技術対決して。 ファーウェイ製品を入れていないというところがありましたので 5G は 4G の上にアマウントしますのでもし今ファーウェイを弊社が入れると全部逆に入れ替えないといけなくなるようなかえってコストがかかる部分もありますが会社によって違うとは思うんですがそれと端末の議論も 5G はスマホかと。 はいいううのを私はそうじゃないと、はい、スマホはもちろんあると思うんですが、はい、やっぱり次のウェアラブルなりインプランタブルなりドコモがマイネットワーク構想というのを出しておりますが、はい、いわゆる体の乱といいますかね、はいうん、ヒューマン乱ンのような、はい、一人一人にフィットしたソリューション、うん、端末コーディネーションモデルが出るように思うんですよ。そういうところでやっぱり次の付加価値というのが来ると。うん ファーウェイももちろんいい商品を出していかれるでしょうけど、えっと、世界中各社がいろんな、うん、ああそういうふうに分化していく方がですねやはり産業 経済としてはよろしいんじゃないかというふうに考えています端末としてはファーウェイセを使うこともあり得るっていうことです、ねい。これは先ほど言いましたように、うん、使ういうことがアメリカ政府の、うん、あの、うん、エンティティにリストに入ってますから、はい、我々自身が排除される可能性があるんで、それはちょっと商売上使えないっていう。はい、なるほどですね。それで先ほどはあの 5G で世界に特に産業面で遅れてはいないぞという強いメッセージをいただいたんですけれども、あのその先のですね、あの通信の将来を見据えますと、御社では。 あの日本から世界をリードしていこうという新しい取り組みも始められていると聞きました。アイオンのことですかね。そうですね。そのアインイノベーっていうアイオンと呼んでますけど、イノベーティブワイヤレスオプティカルネットワークなんですが、実はその前の一つお話をさせていただきたいのが、5G も進化しますので、はい、5G アドバンス次の 6G みたいなものは私たちやっぱりオープンなシステムでソフトウェアベースだろうとでこれ今ドコモが GSM で提唱してますのがオープンラン、うん、オーランというシステムです。はい、でこれは言い方変えると通信事業者がより付加価値を持つというような概念なんですが、はい、世代はそこへ行くと思うんです。うん、ただ今おっしゃったそのさらに先を考えると環境問題もあり、はい、今日もちょっとテレビでそういうのが出てましたけども、もデータセンターで使う電力量は膨大です。 そ,ね、その原因はチップにあるわけですがうん、うん、そこに光フォトニクスを入れようという、はい、でこれはもうすでに実験ベースでは NTT が作りましたこれはあの光の半導体要は電子部品を置き換える、ねはい、最終的にはすべて光にしたいんですが、はい、当面見えているのは光電融合といわれるエレクトロニクスとフォトニクスの融合型の LSI と。うんうん でこれによりまして電力量はおそらく100分の1実験室別では 100, 100分の1からいい場合は1000分の1まで落とせる、ね、モデルが出てます、はい、でこれの技術と他社さんにもある技術をリンクさせて今インテルとソニーと NTT でこれはパイオニアとしてグローバル・アイオン・フォーラムのコアメンバーを形成しました。はい でここに、えー、今、六十数社さんから入りたいというお話もいただいてて、すでにオープンにしていいとおっしゃってる会社さんが、マイクロソフト、はい、ベライゾン、はい、オレンジ、はい、それと、えー、台湾の中華電信、はい、この今、7社がコアのような形で動き始めていると、なるほどね、それは将来のオール光通信を見据えての動きということになります。はい お時間がですねちょっと迫ってきましてしまったんですけれどもえっと最後にですね澤田社長にそのあのこのアイオン構想のですねあの実現の。 あの時期というのをちょっともしあの語っていただければ<ー>、はい、アイオン構想は実は3つから構成されていて今お話したのは光だけなんですがそれ以外にデジタルツインコンピューティングとコーニティブファンデーションそれもコーニティブファンデーションの走りのものはラスベガスで出しておりますあもうすでに出現しているものもあると。コアになるオール光の使用決定を2024年と想定しています。はいあ そう遠くない未来にも待っているいるろんなサービスはばらけてゲーム用とかいろいろも出てくると思います産業用とかただオール光で、えっと、かなり入れていくのは2030年,年になるとそのぐらいだというふうに意識をしています。充電が 一年に一回で済むようなスマートフォンも登場するんじゃないかと期待しております。もっと少なくていいか。もっと少なくても済むかもしれない。まあ、とてもあの未来に対して、あの希望が膨らむような話をありがとうございました。ありがとうございました。